在外教育施設とは、日本国外に居住する日本人の子供のために、学校教育法に規定する学校における教育に、準じた教育を実施することを主たる目的として、日本国外に設置された教育施設のことである。文部科学省は、在外教育施設を以下の3つに分けており、それぞれ文部科学大臣によって、当該施設が認定されている。 日本人学校補修授業法シリーズ在外教育施設日本人駐在員の指定の教育を目的に現地の日本人会などが設立し文部科学大臣に認定された全日制の学校日本人駐在員の多い地域非英語圏現地の教育制度が整っていない国などで設立されている元々補修授業校として児童生徒の日本語教育を行っていたものが 実績、在籍生徒数を増やして、全日制に、昇格したものが多い。アジアには、戦前に創立された尋常小学校を前身とする、大比、教会学校やマニラ日本人、学校、1947年創立の大北日本人学校など、歴史の古い学校がある。2006年4月の時点で、ロンドンやリオデジャネイロ、ドバイなど世界50カ国、 地域に85校存在する。現地の日本人会などが設立し、週末や平日の放課後に通う学校。略称は、補修校。時折、日本人学校と称されて紛らわしいものがある。英住予定者、駐在でも英語圏の現地校や非英語圏インターに、通う、日本人が多い地域では、週末に通うために補修校が設立されている。また、 日本人の少ない地域では在留法人が子供の日本語を維持するために設立している。前者は日本語で勉強をする帰国対応プログラム、後者は日本語を勉強する語学プログラムの傾向がある。または両方のプログラムを併設する学校もある。2006年4月の時点で世界54カ国に187校存在し、文部科学省によれば、 最も古いのは1958年創立のワシントン補修授業校であるテネシー明治学院校東部日本の学校法人が海外に作った文部科学大臣認定の学校日本の私立校の海外文校という形態をとっている幼稚園から中学校までは保護者の都合で滞在している地元の園児児童生徒であるが高等学校はその他に 第三国から入学する生徒や日本から留学生として入学する生徒の割合が非常に大きい。これは日本人学校に高等学校がなく日本語で高校の教育を受けるには中学卒業後に居住国を出て日本帰国または他国の私立海外文校に進学せねばならないためである。その需要を見込んで高等学校のみを設置する学校法人が多い。 海外文校を選ぶ要因の一つは、エスカレーター式に日本の大学まで進めるという点である。一方、日本国内からの留学生にとっての利点は、エスカレーター式であることと、高校を休学せずに長期留学できる点である。卒業後は、日本の本校に進学する生徒が多い。2013年9月の時点で6カ国に9校、存在する。しかし、 オーストラリアにあるサウスクイーンズランドアカデミーは生徒募集をしていないので実質発行である。かつては多くの学校が存在したがバブル景気崩壊後日本企業の海外駐在因数減少や少子化、寄付金の減額などが原因で生徒の確保が困難となりすでに閉校した学校も多い。在外教育施設の高等学校を卒業する場合、高等学校登校度は 一律、5万5千名となる。生徒を募集している私立在学教育施設例は、募集生徒数が不明。立教提供公文寸大行政等改正上、高南東院四天王寺和瀬田渋谷助水館、慶応義塾西山都政学院アトランタテネシー明治、サウスクイーンズランドアカデミー私立、在外教育施設文部科学省には、認定されていないいわゆる無認可校だが、 日本語で授業を行う教育施設。保育園や幼稚園、補習授業校、全日制の私立小学校、日本の予備校の海外文校など様々な形態で世界中に数多くある。日本人の子供を対象にしたものがあれば、日本語を学ぶ外国籍の子供が大多数を占めるところもある。文科省が認定するのは日本人学校や補習授業校の小学部、 修学部のみであるため、これらの学校の幼稚園、補修授業校の高等部も、法律上では、その他の在外教育施設に含まれる。この種の学校の中には、文科省認可の日本人学校や、補修授業校と比べても遜色ない充実した、教育内容の学校、地元では、私立新学校として認定されている、有料学校がある一方、設備やカリキュラムが不十分、 教員や生徒部族、教育よりも、営利事業が優先されている施設などもある。AB 在外教育施設の概要文部科学省の、ウェブサイト、平成二十三年八月1開閲覧、http://www.mext.go.jp/.a コロンススララッッシシュュドットドットドットスラッシュメニュー、書道。 クラリネット f、f c j 二十二 html-http ハットコロン、スラッシュ、スラッシュ、www.mext.go.jp スラッシュ、a メニュー。初等、クラリネット f、f c j 二十二 html-http ハットコロン、スラッシュ、スラッシュ、www.mext.go.jp スラッシュ、a メニュー。初等、クラリネット、 f 市場22 html ハット http コロンスラッシュスラッシュ www.tubs.dk スラッシュ生学院アトランタ国際学校並行のお知らせ生学院アトランタ国際学校2019年1月10日閲覧ありがとうございます